はい、どうも、おしょいTVです。よろしくお願いします。というわけで本日は、皆さんに告知がありまして動画を回しております。実は、皆さんに言ってなかったことがありまして報告したいと思います。実はしょうへいTV 映画に出ておりまして、これ何言ってんだよと思うかもしれないですけど、実はしょうへいTV映画出演をお手伝いという形で、させていただいてまして、それが野球 YouTuber ゆうやという、野球 YouTuber 向こうさんと、まあもう7年8年ぐらいの中ではあるんですけど、まあ、彼の今までの、まあ、YouTube 始めてから有名になるとこまでっていうそのを描いた映画があるんですけど、それに友情出演という形でピッチャー役で出ております。そのゆうやって助っ人ちゃんと来るんですかね。大丈夫だと思うよ。今朝も連絡ついたし。でもちょっと変なやつかも。マイナスさんですか。あ、君はだるまゆうやくん。野球大丈夫だよね。あ、大丈夫っす。一応強豪校でやってたんで。大谷さん、あいつすごいじゃないですか。うちのチームに入ってもらいましょうよ。お前 YouTuber やるか。 YouTuber っすか。いいっすね。立ち上がろうとする、君に捧ぐ、君への応援が全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。じゃあすみません、こっちはストップ。そこから始めなくていいんだよ。俺が必ずお前を有名 YouTuber にしてやる。ここでお前が抜けたら試合が終わるぞ。ゆうやくん、このチーム楽しい？ YouTube ではただのクソ動画なんですよ。僕の野球いつ終わったらいいんだろう。なんだろうな、有名な俳優さんが出てるというわけではなくて、野球も実際に本格的にやってた方々が、キャストとして出ている、そういう映画になっております。まあ、向こうさんが言うには、やっぱりこう、やっぱ野球ドラマってちょっとこう CG とかを使って、人気俳優さんが、野球やったことない俳優さんがやってる、で CG 使ってうまく見せてるっていうところをなんか指摘をしてたんですけど、まあ我々はもう本気でもう実際の生のプレーで映画を作ったということで、まあ向こうさんと出会ってですぐの時にプロデューサーの坪井さんって方がいたんですけど、まあ、その方とも僕も面識はありまして、まあ、その方が、まあ、映画監督として、向こうさんとその坪井さん、ミスター T の、出会いから YouTuber 始めて有名になるとこまで、まあ、映画として、やってるんですけど、もう今4件ぐらいでやってるんですかね多分、やっと、関東圏のね神奈川に2月の3日4日に舞台挨拶がありまして、向こうさんや向こう図メンバーだったり、元プロ野球選手の、OB の方だったりが、登壇して映画に関して、お話ししていただいたり、この映画で使われた道具などもオークションで販売とかしたりとか、なんかそう野球 YouTuber だったり野球女子のなんか私物をなんかオークションしたりとか、なんかそういうのを、やるそうなので、よかったらね、行ってみてください。横浜ムービルというほんと一つの映画館、一つの部屋っていうんですかが500人入る、席らしくて、すごい大きいんですよね。そこでやるということなんで、よかったら、見てみてください。まあ、まだ僕は見れてなくて、3日4日も、ちょっと残念ながらね、ちょっとスケジュールの関係で僕はちょっと行けないんですけど、またちょっと機会を見て見たいなと思いますので、しょうへいTV見てる方、野球 YouTuber 好きな方よければ、2月の3日4日、横浜ムービルにて野球 YouTuber 向こうさんの映画、野球 YouTuber ゆうやをよかったら見てみてください。2月2日から8日までやってるということなんで、よかったらね見てみてください。確か、チケット代なんですけど、大人2000円子供1000円ということでやってますので、よかったら行ってみてください。まあ、映画を見た後、その後1時間、時間確保して、そこで、登壇して舞台挨拶をするということなので、まあ向こうさんもうすぐ30万人行きますしね。あ、僕と出会った時まだ5000人ぐらいだったんで、本当に最初の最初を知ってる身なんですけど、映画出演できてすごい良かったと思いますし、台本も実際にもらってパラパラーっと見て、実際に現場も行きましたし、すごい頑張って何度も何度も撮って、まあ僕もこっそりね出演してますので、よかったら、僕を探してみてください。というわけで、本日は野球 YouTuber 向こうさんの映画、野球 YouTuber ゆうやの、告知動画でした。2月
3日4日よかったらね、横浜ムービルにてお越しください。それでは終わります。ありがとうございました。君だ。